ャンプ場に到着しました。わーい眩しい。楽しみましょうか。はい、ね、お願いします。美味しい肉を、美味しい肉と魚でとお酒を飲んで、お酒を飲んですごいすごいよ、バーベキュー完備。わ、ちょっとなんかいい感じのベンチが。もう座る？板前洋来さん。板前。することはできんかったから、せめてね。美味しく。美味しくいただきましょうね。ひらめを。お邪魔します。綺麗。普通の家みたい。お。新築の匂いです。わお、すごい、わお、素敵なお部屋。うわ、テレビでかっ、すごっ。漫画本も、漫画もいっぱい。キッチンもめっちゃ綺麗。あ、トイレそこです。はい、はい、トイレこちらです。 ありがとうございます。寝室、1階の寝室は、うわー、あと2階です。はーい、そこはもうみんなでわわわわわわわ、すげー。で、こっちの部屋、わお、きれい。うわ、なんかおしゃれ、見て、かわいい布団。今日はお二人が、はい、一部屋で、はい、はい、わかりました。ラブラブしてる。ラブラブしております。え？え？すごい。すご。外バスケット。本当だ。こういうバスケできる。応援していきます。いい感じの包丁持ってきて。いい感じの包丁。ありがとう。すごい。ぱっくり。あ、動いてる、ほら、まだ動きよ。これ美味しいぞ。身が締まってそう。指くわえて待ってます。今からちょっとエスカー剥ごうかなぐらい思ってたんだけど。もうこのまま行くよ。釣った人。じゃあ潰したらいいよ。確かに。こうやるだけ。うん。うまい。うん。これ、このまま食べるんですか？めっちゃ楽しみ、これで。これでめっちゃ出てきますよ。それ恥ずかしいね。恥ずかしいね、ごめんなさい。もくもくときゅうり切ってる胸をさ、取っとこう。めちゃめちゃ恥ずかしい。ジャバラってやつ。あ、ジャバラ、うん、で反対からまた切るね。え、すごい職人さんじゃないですか。え、ジャバラにしたら、はい、これノーマルですね。ノーマル、これ伸びるですね。うわー、すごいバネみたいになってた。ビヨーンって伸びてた。つまみ食いしようとしてる人。イカ耳、フライングイカ耳。フライングイカ耳、有名な、あの有名な、フライングイカ耳用の。わお、わ、これは検索のイカ耳。へえ、うん、うん、うまい、目ん玉が出てる。うまい、食感がすごい、プレプレ、うん、うまい、うまっ。胸奥が釣ったイカのお刺身、はい、マスヨネさんからもらったエビ、甘エビ、はい、とマルカ水産さんからいただいた、はい、伊勢エビの干物、はい、あと買ったホタテ、はい、やっぱずいとお肉です。やったー。じゃあお刺身からいただきます。豪華、はい、ね、こちらを用意しました。じゃあ乾杯をしますよ。で、今日はアズアズのヒラメですね。ナイスヒラメ、おめでとう。おめでとう。
お酒今日。でちょっとお酒に食べましょう。重たい。いただきます。あら。そう、ごめん、包丁があれだったから分厚いです。分厚め、贅沢だ。いただきます。いただきます。甘っ。もう上位でいこうかな。はい、やば。さあ、いただきます。エビ。明日は帰り、ナミラあれやけ、帰ってバス釣りしませんか。うん、バス釣りしたいです。バス釣り行きましょう。トルキング。うわー、ホタテバター。バターが落ちた。マジで。もったいない、もったいない。おやばい、ファイヤー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 、助けて。美味しそうなものを作ります。ありがとうございます。やっぱり寝起きのような寝起きのような嘘だ。あ、おはようございます。おはよう。寝てた？寝てました。私、いびきかいてた？かいてました。だよね。ちょっとごめんねって思いながら寝ながら思ってた。寝ながら。うん。うわあ、すごい魚が。腹ペコがあるわ。腹ペコが集まりました。でも今日こっちも質感かもしれない。塩ターンしようか。なんかカサゴからすごい出てきて、ドラムルからあれやろ、ね、私の好きな。うわー、よだれ。カサゴがよだれ垂らして。よだれ、目なるもんね。あ、目よだれ、謎の食べ物。最初はね、すごい長所から煮つけ回してすごい。やば、マジかよ。おお、やばい。あお、やっ、おいしょ。佐賀の洗礼受けました。佐賀の洗礼受けました。